蛇泉飲水。東方 M1 に恐るべき実力を秘めるコンビが誕生した。しかもそれは仙人蛇泉と謎多き仙人である茨城河川がついにそのベールを脱ぐ。エントリーナンバー233番、爆戦ニャンニャン。よろしくお願いします。お願いします。うん、初めて立ったけどすごいですね。たくさんお客さんが入ってますよ。ありがとうございます。ありがとうございますね。いっぱい来てくださってますが、ええ、結構お客さんは幅広いですね。ああ、そうですね。お子様からジジババまで来ていただいて。言い方悪いですよ。ありがとうございますね。言い方が悪いですよ、あなたは。なんて言えばいいの、こういう時は。ご年配の方とか。ああ、ご年配の方から、まあクソガキまで来ていただいて。そっち変えなくていいでしょ。なんで両方ちゃんと言えないの。じゃあクソガキからジジババまででいいですか。いやいや、チョイスしたらダメな方をチョイスしてます。ご年配の方から子供さんまでということでありがとうございます。お願いしますね。まあでも幻想郷で仙人として頑張っておりますが、なかなかね、うん、ダメですね。しんどいですね、この土地は。なんで、何が厳しいですか。仙人なんてありふれてる。やっぱね、多いんですよ、つわものが。だから全員退治してやろうかと思いますけどもね。退治する必要はないよ。でもここで仙人をやってる以上ね、うん、何か幻想郷のためになることをしたいと思ってるんですよ。おお、たまにはいいこと言いますね。はい、幻想郷で言いますとね、皆さんもブンブン丸新聞で読んだことあると思うんですけど。何ですか。悪い妖怪のひったくりがね、あ、すごく多いんですよ。多いらしいですよ、特に人間の里でね。まあひったくり発祥の地と呼ばれてるくらいですから、ね、発祥の地じゃない、呼ばれてはいないです。そういう事件に私は心を痛めてるんですよ。そうですか、邪線でも。そうそう、それで私が考えたのはね、はい、ひったくり撲滅ソング。おお、こういうのを作って幻想郷各地で流してもらったら、はいはいはい、ひったくりが減るんじゃないかと。なるほど、それを通して注意を促すわけですね。そう思って昨日自宅でシンセサイザーを使って作ってきたんですよ。そんなの。はい、持ってるんですか、シンセサイザーを。ロバート・モーグさんからいただいたシンセサイザー。偉い人からもらったわね。いいやつですよ、それ。作ってきたんですよ。ああ、じゃあ聞かせてください。披露していいですか。うん、いいと思いますよ。じゃあよかったら手拍子なんかこう。あ、いいですよね。リズムを取りましょう。皆さんにも覚えていただきましょう。なるほど、いいと思います。じゃあ行きましょうかね、ひったくり撲滅ソング。はいはい、行きましょう。はい、うん、ありがとうございます。ワン、ツー、スリー、フォー。ひったくりに使う馬はユニコーン。乗り物どうでもいいよ。いや、ユニコーンとかどうでもいいし。ひったくりといえばもうユニコーン。聞いたことないですよ。ユニコーンは妖怪を乗せないでしょ。ひったくりといえば馬。馬か。幻想郷で馬ならユニコーン。ああ、幻想郷的に。そうそう、私がユニコーンと歌うことによってユニコーンが走ってきたら、ああ気をつけようと。あ、まあ、注意はしますね。そうでしょ、ユニコーンが走ってきたらユニコーンには気をつけろって。まあ、注意するに越したことはない。あとね、うん、私がユニコーンって歌ったら、うん、ユニコーンって言ってもらっていい？あ、私が？いいですよ。やりますか。では行きましょう。ワン、ツー、スリー、フォー。ひったくりに使う馬はユニコーン。ユニコーン。早い早い。なになに？言ったじゃん、ユニコーンって。違う。うんうん、ユニコーンくらいの感じで。めんどくさいよ。うんうん、ユニコーン。細かいですね。大事なの。ここしっかりお願いします。はいはい。ワン、ツー、スリー、フォー。ひったくりに使う馬はユニコーン。ポーン、ユニコーン。うんうんはいらないよ。めんどくさいわね。うんうんはいらないでしょ。言ったじゃん、うんうんって。そんなもの心の中で刻むでしょ、普通。細かいですって。あ、なんです、お前ひったくりやな。違うよ。なんで私がひったくりを。お前恐れてるな、この曲が広まるの。恐れてないよ別に。ねえ。うん、わかった、心の中で言いますよ。大丈夫ですか。うん。ワン、ツー、スリー、フォー。ひったくりに使う馬はユニコーン。ユニコーン。ユニコーンの角には解毒作用がある。効果どうでもいい。知らないよ、解毒作用があるとか。相手の敵を知ることが大切でしょ。ああ、そうなの。ああ、こいつはこういうポテンシャルを持ってるんだなって。ポテンシャル？だから対応も変わってくるでしょ。ユニコーンの、うん、角が？あなた文句ばっか。あ、何よ。ひったくったの？ひったくったのってどういうことよ。
いつの間にひったくりしてきたのよ。それでお願いします。やらせてください。はいはい。じゃあ続きいきます。はい。ワン、ツー、スリー、フォー。ひったくりに使う馬はペガサス。馬が変わったじゃん。ユニコーンだったじゃんさっき。そりゃ地上だけ警戒して空からひったくられたらどうするの。ペガサスは妖怪を乗せないわよ。いや幻想郷では何が起こるかわからない。ないって絶対。下だけじゃなくて上も見ないと。中段下段の読み合いに負けたらひったくられる。何の読み合い。言わせてよ。ペガサスも危険だよって。分かった、ペガサスも注意する。ワン、ツー、スリー、フォー。ひったくりに使う馬はペガサス。ペガサス。メデューサーの首の切り。ちょっと待って。なぜうんちくを入れてくる。敵を知ることが大事って言ったでしょ。まあ、そりゃいいですから、もう次に行ってください。次行きますよ。ワン、ツー、スリー、フォー。右手にバッグをかけちゃダメ。ちょあー、びっくりした。変わりすぎてない、局長が。ここからラップパート。ラップパートとかあんの。ラップパートなんて言ったの今。右手にバッグをかけちゃダメ。緑にファックをしてはダメ。何を言ってんのよ。右手にバッグを緑にファックをしてはダメ。関係ないじゃんファックとか。なんで、なんでファックを入れるのよ。いや、韻を踏みたかった。韻踏むだけのためにファックとか入れないでください。違う、夜道を一人で歩いちゃダメとか。ああ、なるほどね。ワン、ツー、スリー、フォー。右手にバッグをしてはダメ。夜道を一人で歩いちゃダメ。夜道でバッグをしてはダメ。したらダメじゃん。その時点でそいつ捕まるわ。夜道でバッグでファックをしてはダメ。何を言ってるの。夜道でバッグでファックするようなやつひったくられてしまえ。バッグでファックをしてはダメ。くで、したらダメよ。くで、喫煙席なら OK よ。引いていくぞお客さん。私をそっち方面に巻き込まないでくれます。なんで。ダメです、そんな下品な歌詞は。じゃあ続き。続き行かせていただきます。まだあるの。ワン、ツー、スリー、フォー。あんたに変わりすぎでしょ。ここから演歌パートなの。ラップ行って演歌行くの。だってほらジジババから。あ、ご年配の方。ジジババって言うな。聞いてほしいから。一連の曲なんでしょ。うん、これ同じ曲ですよ。はい、幅広い年齢層に対応するってことですね。そう。まあ演歌は聞きやすいでしょう、ご年配には。あんたに飲まされあたいは酔っちまったのさ。ひったくられて、ひったくられて、ひったくり返した。返したらダメじゃん。ひったくり返したらダメだって。あんたがひったくったお金で飲むお酒が最高にうまいんや。喋りもある。あんた飲みなはれ、飲みなはれや。なんで関西弁なんですか。そして明日もひったくりなはれよ。進めてるじゃないの。ユニコーン。ユニコーン関係ないよ。いい曲でしょ。どこがよ。いい加減にしてください。ありがとうございました。これはすごいな。爆笑してましたね。いや、危ない橋を渡りますね。さすがに邪線。これは手応えがあったんじゃないですか、爆線にゃにゃ。どうかしらね。どう思います、火星。うん、手応えはありましたよ、サクッと。はい。ただし、自分の右足あたりを切っている可能性もありますね。そうですか。ここまで来てなんですが、はい、相方の選択を間違ったかな。どうかしらね。はい、では。はい、審査員の皆さん、点数をお願いいたします。ジャッジ。さあ、3組目、爆線にゃんにゃん、かなり危ない漫才。どんな点数になるか。出ました。89点、96点、94点、95点、97点。合計点は471点です。高得点です。順位の方はどうでしょうか。第1位です。471点、一気にトップです。お見事です。さあ、みこさん。はい。いかがでしたか。このネタは外の世界では使えません。しかし渇望されている欲の一つでもあります。はい。ブラックユーモアの根源は優劣。下ネタは繁殖生物の本能を理性や思想によって自制するときに生じる認知的不協和による逃避行動が根源です。
この手のお笑いが受け付けなければ、すなわち倫理が発達した証でしょう。したがって成人へ至る指標としては素晴らしいネタではないでしょうか。はい、何やら難しいですね。わかりました。それでは八雲ゆかりさん、はい、いかがですか。その歌ね、アメリカズゴッドタレントで披露したら絶対優勝できるわよ。連れてってあげようか。出てみるかせ。何ですかそれ。いや、僕はやめた方がいいと思いますよ。まあよかったということですかね。わかりました。さあということで、はい、3位に落ちてしまいました雲組はここで敗退でございます。うん、悔しいですが、思ってた以上にまともな審査員でしたね。審査してたんですね、審査員を。はい、ではそういうことで、爆戦にゃんにゃんは結果が出るまでお待ちください。爆戦にゃんにゃんでした。ありがとうございました。さあそれではいよいよ残り2組です。はい、ここからは次の4組目の採点後に1位だった組が最終決戦に進出となります。はい、次の組が一番緊張します。では続いて4組目。はい、続いてのコンビはこの方たちです。どうぞ。